こんにちは、翔です。ではですね、今回は卵についてちょっと説明していきたいと思います。で、卵には3種類ありまして、2キロで孵化するもの、5キロで孵化するもので、10キロで孵化するものっていうのがありまして、ポケストップでね、アイテムと一緒に卵をもらえる可能性があるんですが、で、9個ですね。最大9個まで持つことができます、同時に。なので、9個以上持つと、もうポケストップから出なくなるんで。で、今のところ卵を捨てることができないようなので、もう孵化させるしか減らす方法はなさそうですね。で、まあ、2キロ、5キロの方が早くなるんで、もちろんあれですが、で、10キロの卵が重要で、10キロまずポケストップからもなかなか落ちないんですよ。まあ落ちなくて。でも、その10キロの孵化させると、結構レアなポケモンが出てきますんで。でね、今ちょうどその10キロの卵僕2個持ってるんで、あと0.6キロですね。600メートルぐらいと1.6キロ。だこの2個ございますので。で、孵化装置に入れてもらわないと、卵はダメなんですけど。で、まあ1個はもう、無限。何回でも使える孵化装置と、あとはショップに売ってるのと、あとはレベルアップの時にですね、孵化装置がもらえるので、まあ3回使うと壊れてしまうんですが。でね、そちらの回数が限られてる方は、なるべく距離が長い卵に使った方がいいです。で、無限は、今回これ僕間違えて10キロに使っちゃってるんですけど、無限はなるべく2キロの卵に使うことをおすすめします。どのみち回数で壊れてしまうんで、距離じゃなくて。なので、無限のやつはもう何回も、回転が早い2キロの方を使って、10キロとかは回数制限がある方を使っていただければ、効率よく卵ができるんじゃないのかなと、孵化できるんじゃないのかなと思いますので。でですね、それで、この10キロ2個がどうなるかで、まあ僕の今後のポケモンのモチベにもちょっと大いに関わってくるんで、とりあえずこれを孵化させるまで一旦歩きたいと思います。おや、来ましたね。10キロの卵ですよ、これ。何が生まれるのか、ちょっと僕の今後のモチベに関わってくるんで。で、やっぱまあ都会の方は巣とかがあってすごい羨ましいんですけど、やっぱ田舎だとね、なかなかそういうのもないんで、この卵に結構かかってくるんですよね。では行きましょう。何が生まれるのか、お願いします。トゥ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 。おー、ラプラス来たー。めっちゃ嬉しい。やったぜ。強さは1652。やばい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 。吹雪、氷の粒って。うわー、これがいいのかわかんないけど、技がいいのかわかんないし、ちょっと XLXL じゃないんで個体もわかんないんですけど。でも卵からだと飴がこのようにね、入りますしね。やばい、これはやばい。すごい嬉しい。もう大勝利ですね。しかももう一個あるからね。もう1個あるから、ちょっとそちらも楽しみに頑張っていきたいと思います。ラプラスなかなかレア度高いと思うよ。いや、やっぱ10キロってワクワクするね。僕最初カイロスでうげってなったんだけど。いいね、いいね、勝ってる勝ってる。では次の卵に向けてまた歩いてきまーす。おや、来ましたねー。2個目どうなるかなんですけど、で、ちょっと僕の卵を見たら、5キロの方も同じ距離で孵化するってなってたんで、多分2個続けて孵化すると思うんですよ。で、どっちが10キロなかの、なのかはちょっとわかんないんで、実際開けてみないとわかんないですけど、まあもうね、ラプラスのおかげでもう心に余裕が、ゆとりがありますからね、もう勝ち申したって感じなんで。では行きましょう。何が生まれるかな？お願いします。ニャース。これ5キロかな？じゃあ。ニャースの方は5キロっぽいな。これで僕ペルシアンにできますね。5キロっぽい。もう1個来るよって、やっぱり。さて、俺こっちが10キロな気がする。お願いします。頼むよ頼むよ。何が生まれるんだい？イーブイ、イーブイ、これ。
これ10キロの方からイーブ生まれとったらなかなかやばくないっけ、個体的に。なんか10キロの卵からイーブ出ると 6V みたいな噂もありますよね。でも598は強いぞ。でちょっと強化して進化させてみたいな。シャワーズにしようかな。ちょっとまた進化させたらどうなるんか見たいな。まあ特にそんなすごいレア度、 BGM 消えちゃったね。また特にそんなすごいレア度なわけじゃないけど、 EV は嬉しい、 EV ニャースは嬉しい。どっちだろう、多分 CP の数値的に EV の方が10キロだと思うんで、ちょっとこれまた調べますね。10キロの卵から EV って結構良かった、いいっていう噂聞いたんで。そうですね。じゃあ一回ちょっと BGM 戻してきよ、来ようかな。これ落としたらどうなるんだろう。うわ。あ、BGM 戻りましたね。しかもニドラン。こっちどっちだっけ？メスだっけ？あ、メスが来てますね。ラッキーラッキー。うわぁ、ちょっと強いけど。捕まえたいところではある。スーパーで行ける？黄色。じゃあスーパーで行っか。お願い。あー、惜しい。エクセレント惜しかったっすね。逃げられちゃ嫌よ。お願い、よっしゃー。いきましたね。ついでにニドランゲット、ニドランメスをゲットすることができました。やったぜ。やったやった。いやー、卵大勝利っしょ、こんな。お、ちょうど500匹でしたね、今ので。卵大勝利だわ、こんな。やったー、これか、これでまた頑張れますね。あ、で、イーブイとサキントは、孵化の途中に捕まえたポケモンですね。はい、ハイライト。はい、10キロからラプラス。おそらくもう一個の10キロからイーブイですね。これはもう勝ち申したでしょう。完全に。はい、ということで皆さん頑張ってポケストップでね、卵をゲットしていっぱい歩きましょう。田舎でもこんなレアなポケモンが卵からしか出ないですからね。いやー、ラプラス嬉しい。頑張って育てていきたいと思いますので。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。